ました。すみません、ジョーさん途中になってしまいましたけれども、はい、注目はもういろいろその苦戦の試合、22戦全勝 15KO ですね。 WBC おーっとダウン第1ラウンドです。西岡さん、いやそうですよ、全然あの立ち直ることはできない、はい、こう WBC と WBO のフェザー級のランキング3位コーナーに入りました。左を使って出てきます。まもなく第1ラウンド終了します。セーファー、おう、第1ラウンドが終了しました。この一戦はジョーさんと西岡、1ラウンドダウンがありましたからね、はい、10対8どのように見ました。モーションなしで思いっきり振り抜いたパンチではないですね、はい、今日サラさんお忙しいですね。そうですね、メインにもありますからね、はい、さあ2戦全勝 15KO、 ジョーさん68、まあ、マグサヨはねその、まあはい、スタイリッシュなんです、はい、その代わりあたの、おうおう、またまあ、セオリー通り、先ほどジョーさんからもありました名門アラジム、フィリピンのアラジム、しっかりとしたベースを持っているようです。マーク・マグサヨは、ね、コロナが始まって、はい、で正式にマニーパッキャオプロモーション、もうアラジムという形はもう残ってないとお伝えしていいわけ、ね、丁寧に丁寧にボクシングをしていきます。よくパンチ打ちますよね、はい、このセハは不良セハタイトルを持っていた時期があります。それはもうウーゴ・ルイスに勝ちましてタイトルを手に、そうなんですね、だからねやっぱりコンパクトな強い連打なんです、はい、セハはまだ28歳です、うん、やっぱ良かったですね、中間からそれからフリオセハ、ジョーさんおっしゃったように手数の多い選手、打ち返します。元チャンピオンがこれ乗り越えるというのは一つの試金石でしょう、格がつきますからね、はい、ね、結構ねリズムが狂いやすいんですよ、それはあの行って、出しもちろんねダウンを取るということはいいことなんでしょうけど、何なんでしょう、よしいい勝ち方できるぞというそういう気持ちにパンチをつないでいきます、うん、やはりねキャリアがありますしね、はい、まずポイントを伺ってしまいましょう。ジョーさんショートのコンビネーションで取り返しました。10対9です。この試合はWBC 世界フェザー級 WBO インターナショナルのタイトルでありまして、なるも手に入れることができます。 WBO の、 このインターナショナルのタイトルを持つですか。そうですよね、こちらの場表に、あ、これそうですね、こちらがの、うん、まあワイルドカードジムでですね、3ラウンドです、できます、うん、強いパンチ打ち出してましたね。26歳、いろいろな選手いますが最近はこうやった強いパンチをうちの一人、それダウンを期しましたけども、フビオセハ懸命に懸命に、あ、手になります。32勝4敗28の KO 勝利があります。セハ32勝、記憶に残るのはリゴンドとのね、あれリゴンドの逆転勝ちと、そうでしたね、8ラウンド TK 勝ってますよね。これは引き分けでした。三者三様です。決めているフリオセハです。動きも1ラウンドのダウンというのは記録的にも拭えない、あパンチを連打されます。そうですね、まあ、1ラウンドもあと吹っ切れるっていうのもあります、はい、ということは下方も相手もありますよね。なるほど、お多分ねセハのコーナーはね、はい、距離を詰めてセハの攻撃力が生きると見てる、距離があった方が強いパンチに打ち込めないんですよ、近すぎるんです、はいはい、どんどん詰めていますけどこの距離でいいわけですね。そうですね、第3ラウンド、じゃあまたジョーさんお願いします。このラウンドの方が有効です。私もセハ10対9です。今チラッと映りましたが控え室では隠しているようです。今日はパッキャオが、相手はヨルデニス・ウガス、まあ、変わりました、まあ、後ほどその辺の経緯も名の、故障が発覚しまして、故障といってもになりました、まあ、ジョーさんウガスだって戦い、いや2008年、はい、北京オリンピック戦ぐらいやってるらしいです、はい、そういった情報はまた今日のメインに控えています。そのアンダーカードをまず3ラウンドに入りました。マグサヨが第一取り返しています。ちょっと曲がりもっと使って距離取っていけっていう、ただするとしっかりとした自分の距離を取らないと、今ちょっと足のリズム使いながら距離取ってジャブついてるんです。もう基本なんでしょうけども、結構入ってくる相手に、はいね、足を使うことはもちろんやっぱりフリオセハ行きますね、いい感じで行きます。相手のディフェンスはグイ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 と押し込んでいきます。
その指示通りにグイ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 と思いますよ。ジョーさん、なんかセハ勢い出てきた感じがありました。さあ良かったんですよ。そうですね。エッサネーションで前へ出て、良かったんですよね。おそらく満杯になると思われます。この大きな会場、T の持ちもやっぱり違うものがあるでしょう。セハは聞いてたんですよ、はい、でもそれを分からないようにポーカーフェイスというのは大切ですね。ラインギリギリか。この視線は向こう側に見えています。レフェリーケニー・ベイカー。あー、ナイス。第4ラウンド終了しました。このセハ10対9、あのセハ、はい、中盤以降そのケース、はい、こちらが全勝 15KO。 日本の敵がしっかりともっともっと伴ってきますと人気が上がって次期王者候補などと期待されている。アマチュアの先生勝ったりなどしています。今回が5度目になります。マー君マグサヨなんですけどね、あの世界挑戦すっごいダウン食ったんですよ。左のダブル、最後は逆転 KO しましたよね、はい、押し込んでいきます。また勇敢なんですけれど打たせます。セコンドの方ですけれども、このラウンドを言っています。ちょっとね鼻血なんでしょうね。ちょっと鼻血も気になりますよね。観客席、WB のスーパーお母さんいつも思いますけど、よくリングサイドですね。ああ分かります。なんとなくあのセハの方ですけど、ね、はい、攻めてはいるんですけど、コーナーに入りますか。入りました。うん、頭であボディギだ、ボディギだ、背中が丸まる。まあ今の一発も始め今日は打ってますよね。そうですね。またも左ボディ、メキシカンというのはその内訳突進にちょ、ああ効いた、大きく下がりました。オッケー。ただね、あボディブロー効いたと思ったらメキシカンはねもう少し捉えました。逆に左よくもらってしまった。感じに出すんですね。が止まりません。さあ第5ラウンド終了です。もうマグサヨの、セハの10対8です。ちょっと今のシーン、また今ですね、また違う角度か。ジョーさんがおっしゃったようにですけど、ね、ちょっとディフェンスが甘いボクシングですから、ね、やっぱりその気が強い成果ですよね。さあ第6ラウンド、現地のオッズが手元にありまして、展開と言ってもいいのかもしれません、まあ、まだまだ徹底的ですけども、綺麗にヒットしません。左フック、叩き合いになっています。と距離取ってジャブワンツー打てたら、そこでやっぱりリードパンチが少ないんですよ、ね、奪いました。これは早いのかなとい う, もうその後グリオセハが立て直しまして、今第6ラウンド、お互いパンチがあってね、打たれダウンありそうですね。このマグサヨは、まあ、こういう展開にこれまでなっても、はい、やっぱりダウン取ったりですね、効かせたりですね、切り抜けてきたわけですよ、はい、なんとかさ、おう、あ、足使うのもね一つじゃない。もう久しぶりの試合なんです。1年と9ヶ月ほど間があったんでしょう。1年と9ヶ月間が空いてるんですが、やはりあのマグサヨの一発気をつけないといけない。ポイントはセハの10対9。お二方の1ラウンドと5ラウンドにありました。ポイントはリードしているのかなという展開です。マグサヨ、ジョーさん、マグニフィコっていうニックグレートっていう、はい、ことですよね。マグニフィコ、マグサヨです。一方のリートっていうんですよね。これはね、ポージョっていうのよりですよね、はいはい、ちょこまか動く、はい、とあの ITO って縮小時っていうんです、はいはい、スペインですね、うん、そんな感じです、はい、フリオセハ、おまだ相変わらず手数、両選手ともあれ一発強めのが欲しいんですが、なかなかそのインパクトが手数に手を焼いています。軽いんですけども今の少々強めに入りました。
20は最大の関門かもしれませんね。いやそう、だんだんあるいは難敵、そういった選手がいっぱい出てきます。なんとかクリアしなければ、マグサ、おお、きます、しました、マグサよ、ちょっと手数減ってます。お、1回入れ替わります、左ちょっとそれを隠すように前に出てきました。前に出てこられると相手は気づかないですよね。あ、軽いクラス、スーパーバンタムの元、まあ、これがまだ世界戦で2階級制覇への道開けます。今度はマグサイ、はい、来た。あの1ラウンド目 の, あれだけ強烈なダウン追していくわけ、はい、例えばね、単純に2ラウンドした今このぐらいの後続のラウンドで取り返したら、はい、もうそれを忘れたような、ま、あのマグサイのダウンにもついても取る可能性はあります。そうですか、はい、この試合が始まった当初よりもお客さんが入ってきてになってきましたね。シンスマイル温まってきました ね, ねすることができればマグサヨあるいはセハ、フィリピンの期待のマグサヨなんですが、講師なんでありましょうけれども、その後ニエテスもいて、さらには今回は明るくしているようですね。やはりあのパッケ久しぶりの試合を行う、しかも噂では噂総領選挙に打って出るのかもしれないと欲しいし、しっかり頑張って手数出してますね、はい、セハの攻撃はもう一定して前に出ながらボディを叩き、そして、セハだからもう3分間全力でいけというセハ、今聞いてますよ、はい、セハあれを打つからその回り込めないんですよ。マグサイ相手の入ってくるところをカウンター取ったり、中に触る、ちょっと前で80発ボディにパンチを入れているという、あの4倍ボディのパンチを打っているというデータが、よくボディを打っています、うん、ボディボイです、はい、に混んでいきます。あのあたりの一発がヒットしたらというところ、ラウンド終了しました。このラウンドはマグシの打ち下ろしのショート、これ2回決めて、左側にいるのボボイって言って、はい、トレーナーしてるんですよね。このボイストレーナーをチーフという形で、一旦そのフレディ・ローチ、一説によるとね、そのフレディ・ローチのもう教え方みんなボボイがキュッと切ったんだけれど、パッキャはねそこはいいとか、やっぱり低いレートでローチとまたつなぐ、この後チャンピオンサイドから言うとウガス対パッキョウということで、今日からどうしても先ということになります。パッキョウ対ウガス、あのマグサイはね、日本のファンにワン真相院って言って、見抜いてないと自分が見てたらもったいないんですよ、ええ、その8ラウンド9ラウンドしてきてますから、ところがね切れるパンチガクッといくんですよ。だからないんです、私の採点ですけどね。だからそれで、ところが7ラウンド同じですもんね。いや同じですね、はい、これラストで先輩のパッキャオのように栄光というよりも、フィリピンのボクサーはほとんどパッキャオあのように栄光をつかみたいというのが今ボになっていると思われます。第10ラウンドです。なんで体力あるんですかね。あ、打ち込んできました。おー、ナイス、いいパン、今一気稼いに左のフッカー空振り、おー、この攻撃力がやっぱり、はい、だから強いパンチだったらこう意識を飛ばしているようです。最後に翔が強いパンチ打ちましたね。ただ意識ね、葉っぱかけられたんです、はい、もうラスト勝負、英語でね、はい、トレーナーだとワンラウンドファイトっていう、はい、これワンラウンドファイトだ、つまりこの第10ラウンドワンラウンドファイトが行って、この結果が生まれました。内容的にやっぱりこう改善しなければいけないところ、攻撃力はやっぱり魅力的ですね。一発を残しました。倒さないといけませんね。もう目指せパッキャオ。ああ、なるほど。生かしてるんでしょうけどね。そうもしれませんが、22戦全勝が23戦。サーブを強化しないといけないし。まずじゃあディフェンワーク。フワークも。見にくいところがあるんですよ、ね。あ、これちょっと西岡さんお願いします。ですね。ダブルで追い打ちしてたんですね。すごかったですね。
左も返したのかなと思ってたんですが、左は返らなかった。タイミング的にね、パンチ出さなくてもいい、うん、その幻の左打ち、はい、足がじゃあ私見えたんですね打ちましたね。わ、バク宙するんですね、バックフリップいやーのかなと思ったんですが、なんとかその越したというか、随分と先へ、あ、なんて言うんでしょう、応援したくなるような後押し。10ラウンド eliminator and the new WBN Mark Magnifico。 マークマグサヨレコードを伸ばして WBC のフェを手に入れました。西岡さん一言お願いします。今はもう我慢して我慢して我慢してやっとここ